前回に引き続き赤池さんにお話を伺ってきました。最低限やっぱあの生活しなきゃいけないんで、はい、まあ、トイレと、まあ、炊事場と、はい、まあ、お水ですよね、シャワーとかお風呂とかいうのは、なんか今ファミリーで特に今この頃ってやっぱりここ数年、まあ、もっと前かな、女性の方多くなってますんで、そういう、まあ、衛生面的なところはこれは必要。逆言うとじゃあそれ以上何が必要なのっていう、うん、あの変な話ですけど、でテントを張る場所があって、でそういう水が使えてトイレが使えてで自然があってそれ以上何を望みますっていう生意気を言うとそんな感じになりますかね、だからここなんかはだからそういう意味だと、ね、自然がそのまま川もあって、まあ、広さもあってで車も通れてそれの設備がある、あとなんかそこでなんかするんだったら自分たちで考えませんかとか、まあ、ある意味それがゆるキャンの世界だったりするんですね。キャンプっていうとどうしてもなんかみんな敷居が高くて道具がなくちゃいけない、食事をなんかこだわらなきゃいけないみたいな男の料理みたいなね、そういうイメージがある昔はあったし今もあるんでしょうけど、例えばゆるキャンなんかでいうと、ね、カップヌードル食べてそれで富士山が見えてよかったねで済むっていう、ある意味このまさにこう原点じゃないですけど自然の中で自分がどう過ごすか、まあ、寒さを感じながらっていうところですね。だからそれだけでもキャンプで、もちろんこういろんな設備があってそれもキャンプ、だそれを選ぶのは皆さん、提供するとしては最低限なんかこれがあれば生活できますよね、あとは自然を楽しんでくださいみたいな、だそう、まあ、そんなイメージとしてはそんなイメージが、うん、かなと思います。ゆるキャンのコミックを読ませてもらったときにあのなんかほっとしたっていうのは、とかくキャンプの、まあ、雑誌っていうと道具の、ね、あの展覧会みたいないうのとか料理の展覧会みたいなのが多くて、でそれを見たときにこれだよねって、その今まで例えばカップヌードルを食べてるキャンパーってなんか白い目で見られたりとかもしかしたら知ってたんじゃないかな、ここまで来てカップヌードルかよ、インスタントコーヒーかよってそういうなんかそういう敷居っていうか、ね、ハードルっていうのを下げてくれて、なんか女子高生が簡単な荷物持ってそれもキャンプだ、それでいいんだよねって、で今でこそみんなキャンプ場行って、ね、うちのキャンプ場もそうですけどカップヌードルみんな食べるわけですよねとまずはこれってでそのくらいのことになってきたときに結構みんなだからキャンプに入りやすくなってきてるんじゃないか、あこの雑誌コミックってすごいな、もしかしてこれで読んでる人結構簡単にキャンプしてくれるんじゃない、である程度っていうかきちんとキャンプ そのノウハウもそうだしルール的なところもそうだしこれ押さえてくれている、それがすごく、まあ、ほっとしたっていうのか、まあ、キャンプってこれでいいんだよね、でもしかしたらそういうので、いろんなチョイスがあってそこから料理にこだわってみたり道具にこだわってみたり、やっぱ寒かったらあちらを買わなきゃとか自転車じゃつらいからバイク乗ろうかとかいう話になっていくんでしょうし、そういうのが輪が広がっていく、うん、地域に地域に貢献じゃないですけど、まあ、アニメファンっていうその歴史もあるじゃないですか、社会的にこう、ね、いろんなこと言われたりした時代もあったと思うんですよ、まあ、そういう経験を得てるのかどうかですけど、やっぱりアニメファンはアニメファンなりのルールとかそういったものがある意味こうできてきていて、でやっぱり地域の人たちと接したいで地域にまあ貢献したいとか、だからいろんな話を聞きますけど、やっぱり挨拶も丁寧だったりとかちゃんと断って中に入ってくるとか、写真を撮るときも、断ってくるとかトイレ借りるのもちゃんと断ってくるとか、結構話するとすごいみんないい子で、だそういうその地域と関わり合いを持っていくっていう流れがすごく大きいなと思っていて、逆に言うとまあ、これは身延町というところのいろんな方にもお願いはしてるけど、そのやっぱ受け入れる方もある意味そういう、まあ、変な壁じゃなくてやっぱりその、まあ、お客さんとしてっていうのもあるけど、なんかやっぱりその地域のファンとして来てくれてるっていうのをやっぱり受け入れる方もそういうふうに意識を
持ってっていただいて、一緒になって地域を楽しんでくれる、そのまあ聖地っていうか、あるいはモデル地っていうか、そこだけじゃなくて、その全体にあのそういうつながりができて、コミュニケーション取れればいいかなって、まあ、でもそういう動きが結構見えるんで、うん、あの、うん、この町のファンが増えてくれたらいいなと思いますね、はい。まあ、もちろんここがモデル地とか聖地とかって言われる可能性が、まあ、出てくるんですけど、ただ、ここをベースにして、まあ、拠点となって、それで、まあ、身延町に限らずこの地域で、足を運んでくれる、そういうなんか拠点になっていったらいいかなっていうのが一つあるのと、まあ、それによって、この地域のファンがより増えてくれるといいかなと、そこのなんかちょっとハブ的な立ち位置だったり、まあ、あのここを中心にしていろんな情報が集まったり発信されたりしていって、いければいいかなと思って。ある冬の日から始まった彼女たちのキャンプライフ。いろんなキャンプ、またみんなでやりたいな。作ってみないか、私たちで。いつだってサブスク。みんなでキャンプ場作りなんてすっごく面白そう。ノクルの部室みたいやね。こういうのもなんか久々だね。私たちが今楽しいって思ってることがいろんな人に伝わって、また楽しさを伝えていく。すごいな、なでしこは。できるよ。一番最初に私にキャンプの楽しさを教えてくれたのはりんちゃんだもん。映画ゆるキャン、7月1日全国ロードショー。